はい、今日は今期の過ごし方なんですけども、まあ、どういう行動を具体的にやればいいかというところを説明させていただきます。はい、ちきちゃん、はい、はい、またここはね、ここの場所なんですけど、どこですか？ここは中華街です。中華街ね、山下とか中華街っていうか、まあ、中華街ってほど中華街じゃないけど、その入り口の手前ぐらいなんですね。山下町のところにで、これ我が社のキャラクターですね。LINE のスタンプとかあります。皆さんどう思いますか？これ、ジネコ様っていうことですね。まあ、妊活っていう話でももちろんそうなんですけどね。この美容っていうものと健康っていうものはもう本当にリンクするものなんですね。ぜひこの顔を、ね、覚えてほしいというね。嬉しいなというふうに思います。ジネコさんですね。はい。で、スキーちゃん。ね、ちょっと温度がさ、最近上がってきたじゃん。はい、なんかイライラしてるんだって。イライラしてるつもりはないんだけど、ちょっとなんかみんなから言われました。みんなから言われた、はい、イライラしてるんだって。怖いって。怖い。ああ、なるほどね。なんか皆さんも経験ありませんかね。なんかこう、なんかイライラするとか、なんか周りになんかちょっと機嫌悪いんじゃないのみたいな感じとか言われたことってありませんかね。で、まあ、今回のだからテーマは高温期の不調です。高温期で、子宮はどんな不調があるの？ちょっと便秘になる。どうも、イライラ。ちょっと太る。イラ、便秘、クール、ボールって感じですね。皆さん、やっぱ高温期の不調ってなってくると、もう本当にこれ当てはまる方って結構いらっしゃいますね。で、これが妊活にマイナスになるっていうふうに考えたら、皆さん、怖くないですかね、子宮ちゃん。どう思いますか？怖い。怖いよね。なのでここら辺がなぜ起きるのかっていうところと、この高温期をしっかり健やかにすることによって低温期に、しっかりといい卵のスタートをするという形の作戦をですね、題して高温期、健やかいい卵を作る大作戦的な感じとかいいと思う。もう一回言って。もう覚えてないよ。覚えてない。イライラ、便秘、太るってこれめっちゃあるんですけども、まあ大体同じような原因で起きるんですよ。このイライラとかってさ、例えば赤ちゃんって子宮ちゃんの周りにいる？います。赤ちゃんですよね。これを見ている方々はね、将来必ずこれね、赤ちゃんっていうところを授かります。これを保証しますね。しっかり努力をすれば絶対に赤ちゃんできます。で、なんですけども、こう赤ちゃんとかってさ、大人と比べたらさ、素直じゃない？だと思います。ね、イライラしてたらさ、泣くしさ、ですよね。機嫌悪かったら泣くし、機嫌良かったら笑ってるし、大人みたいにその隠さないもので、またなんか自分もごまかしたりしないじゃないですか、赤ちゃんで。なので、これがさ、溜まってくるとさ、なんか機嫌悪くなる。わかります？赤ちゃん、機嫌が悪くなるんですけども、これが出るとさ、なんか機嫌が良くなったりする生き物なんですよ。てか我々もみんなちっちゃい子そうだったの、覚えてないんだけどね、そうだったっていう感じなんですけども、基本的にね、まあ、これで考えていただきますと、皆さん高温期ですね。高温期というのがどういう作用するかって、なんで不調になるかっていうところをちょっと覚えてくださいね。高温期っていうものは、この子宮の平滑筋ですね。子宮の平滑筋っていうのが、子宮じゃストップかかるんです。ストップ。ストップかかる。だって収縮しちゃったらさ、皆さんさ、その卵を受け止めて着床するのっていうのはさ、排卵以降だから高温期になるんですか。高温期に暖かいベッドを用意して、しかもベッドがこうやってゆらゆらさ、ぎゅうぎゅう動いてたら寝づらいじゃないですか。着地しづらいので動かないようにストップするっていう感じですね。ストップするとこれも同じようにストップします。なので便秘気味になるっていう感じですね。なのでこちらもストップするっていう形になります。これ式と何のイメージがあります？はい、うん、だからまあ式で便秘、はい、便秘でってなってくると、まあ、高温期だからっていうところは、これはある種生理的な現象なんだなっていうふうに思ってください。
ね、だから例えば低温期になると急に便意が来たりするっていうのはまさにその通りだよね。こういう状態になりますと、まず体が全体的にどういう形になるかというふうに考えますと、トイレ医学の話になると気滞っていうような形ですね。気が滞るっていう形です。なんかこう物が滞るような形になるで、ですよね、これ赤ちゃんが生まれるためのシステムであったりするので、もう本当必須でなんでね、ある程度しょうがないんですけども、気滞というものの感じで体の巡りが悪くなる感じです。巡りが×になりますよっていう形になります。体の巡りが悪くなる、なんとなくこういう感覚って仕組みある、はい、ある、どんな感覚で出る、だるい、だるい感じ、根気のがだるい、体が重い、重い、体重増える、中心が最高潮なんですね。あ、でもね、一回ちょっと巡りが悪くなると当然ですけど、皆さん考えてますね、この水も溜まるんですよ。むくみ気味になる方って、ちょっと皆さんこの見てる方、手を見る方ね、むくみ気味になる方いらっしゃいますよね。水が滞るっていうような状況が起きると、なんとなくなんですけども、このイライラしてったりとか停滞しているので、さっぱり感がないっていうような状況が生まれるかなというふうに思います。なんか分かるよね、しきちゃん、これね、うん、だって暑いだけでイライラするじゃないですか。さ、エアコンとか入れた方がよく寝れたりするので、それもそうですね、そんな形になります。で、まあ、これが過剰になると、何が悪いかですね。これはまあ生理的にある許せる範囲だったら変な話全然 OK なんですよ。変な話全然 OK なんですけども、これがなんかある種許せない範囲になってくると、問題が出てくるんですね。過剰にむくんだりだとか、過剰に腸の動きが悪くなったりだとかですよね。まあ便秘になってとかね、小腸の方まで動きが悪くなって、ね、なかなかその消化吸収も悪くなるっていう話になってくると、まあなんかこう普通に例えば高温期のこの高温の体温じゃなくて、いわゆるその滞った熱、うつ熱っていう形になってくると非常に問題があるっていう形になります。ですね。でここで皆さんね、2パターンあると思います。2パターンあって、妊娠の可能性があるときと妊娠の可能性がなくて、例えば採卵か何か、大学生頑張られてるんだから採卵の準備しているとかね、今回タイミングちょっと旦那が出張で無理だったみたいなケース皆さんあるじゃないですか、みんな忙しいんでね、あったりするので、まあ2パターンで考えてみましょう。まずは、妊娠の可能性があるときね、こういうイライラどうすればいいかって話になってくると、妊娠の可能性があるときというものは、もう軽めに、汗をかくっていう形になります。軽めに汗をかくっていう部分と、首肩の部分のストレッチっていう形になります。これ過去の映像でやったんですけども、特におすすめな熱が回る、熱を抜く場所っていうのはトイレ医学にあるんです。これ丹経っていう、関係ですよ。これただ、なんかこれ気を抜きすぎてしまうと、このなんか着床せっかくしたものを流してしまうような作用も多少なりともあったりするので怖いので、とにかくまあ軽めにやるっていう形になります。ですね。前やったやつ先日10円ハゲがあるので、あんまりこれであんま頭を見せたくないんですけども、ね、なるかですよね。やってほしい場所っていうのが非常にいいところ。ここの部分ですね。乳幼突起っていうこの出っ張ってなんですか。耳がある。で、後ろに出っ張ってるところがあって、その後ろぐらいですね、後ろぐらいのところにネットで見てもらうと、寛骨っていう骨があるんですよ。寛骨骨じゃない、ツボ、ツボ、ツボ、寛骨とか、フーチ、フーチって名前、フーチね、寛骨とか風池とかっていうツボがあって、寛骨 の外側かな、ね、外側にあって、そのちょっと内側が風池っていうのは理解でいいかなと思うんですけども、まあそういうところを軽くこの寝ながら圧迫するような感じですね。どっか肘、寝ながらですよ、頭の重みを親指で乗っけてツーンとくるようなところに軽くやってあげるっていう感じですよね。プラスの、まあ、軽く汗をかくような形でいいと思います。
ね、滞りすぎちゃってると寝れなくなったりすると、やっぱりその着床している状態での赤ちゃんの健やかな育ちにもあまり良くなかったりするので、激しくガシガシ動く必要はないです。激しくガシガシ動く必要は全くないんですけども、まあ、そういうことをやってみたいなというふうに思います。これは分かりますかね。で、もう一つですね、妊娠の可能性がない時のですね、まあ、アプローチっていう感じになってるんですけども、これって妊娠の可能性がない時のアプローチっていうのは、例えば、まあ、高温期があって、低温期があって、その後次のチャンスのまた低温期があるわけじゃないですか。で、ここの高温期の期間というものは、とにかくこの低温期に向けて卵巣の状態を整えたい周期の話なんですね。で、ここの部分のイライラっていうものをやっぱり解消していかないと、やっぱそこの時点で物の滞りが悪くなってしまったりすると、あんまりうまくないんですよね。ここで例えば先ほど妊娠の可能性がないのであれば、例えばこういう形になるんですね、汗をしっかりかいていただいてですね、しっかりと熱を体から逃がしてあげるっていうような、ことが必要になってきま す。なんとなく聞いたこれ意味わかる？汗を、かいていただいて、なんていうのかな、このうつ熱っていうような言い方をするんです。うつ熱っていうものを多少逃がしてあげて、で、汗をかいたりすると細胞ってどうなりますか、しきちゃん。縮む。ちょっと違うな。元気になるんですよね。元気になるんですよ。代謝が良くなって元気になったりするので、一個一個の細胞が丸い形のもあれば、神経細胞みたいなこんな形のもあったりするんですけども、全部元気になるっていうのが皆さんね、元気になることによってですね、何が起きるかってなってくると、この卵巣の中で例えば、古い細胞だとか古い卵子だとかの前周期にちょっと残っちゃった卵みたいなのが変な話、綺麗になってたしですね、わかります？綺麗になってて、なんか、まあ、また例えば低温期になって卵育ち始める段階においてはフレッシュな卵が出てきやすくなるというようなイメージでいてくださいですね。なので妊娠の可能性がない高温期のこのうつ熱イライラっていうものはもうなんか汗かいて一個一個エネルギーをしっかり合成していただいて血流良くしてっていうところがもう必須になってきますね。なんとなく仕組みたことわかる？はい。運動とか仕組みは全くしないじゃん。スポーツって何年やってないの？スポーツって何ですか？スポーツってのはね、お散歩です。お散歩スポーツって、まあ、お散歩でもいいんだけど、まあ、チキータみたいな運動を全くしない方はあれなんだけど、こうスポーツみたいのをすることによって、まあ、さっぱりするじゃないですか。ですよね。かといって妊活ってチキータ何との戦いだって先生はずっと言ってる？酸化だよね、よく覚えてるね。酸化との戦いっていう話になってくると、激しいスポーツは全然する必要ないんですよ、妊活においては。本当にね、これしっかりとね、そのうつ熱っていうものを取るぐらいの軽めの運動でいいかなというふうに思いますので、そういうことをしっかりやっていただくっていうところを身につけててくださいですね。2つ分けましたね、妊娠の可能性があるときはもう軽めの汗とかストレッチみたいなので OK ということですね。また妊娠の可能性がない時っていうのは、まあ、じわっと汗が出る感じで、フレッシュな、なんていうの、爽やかな感じのね、汗をかいていただいて一個一個の細胞を元気にしていただくっていうところがおすすめになります、ね。皆さんもちょっと今期ね、しっかりと対処していただくと、次の低温期にものすごくいい影響を与えるんだよっていうところだけ覚えていただければいいかなというふうに思います。